マスダ駅前ビルエアガは、島根県マスダ市のマスダ駅前に立地する複合施設。マスダ駅前の再開発の一環で整備された複合施設である。JR マスダ駅と隣接しており、A 棟、B 棟、C 棟の3つの建造物で構成されている。旧市街のマスダ駅前周辺は1970年代から再開発の必要性が語られていた。 2001年3月に策定された第4次マスダ市総合振興計画、マスダ市中心市街地活性化基本計画をもとに、マスダ駅前地区は2004年11月から再開発が進められている。この一環により、マスダ駅前ビルエアガが建築され、他にも島根県芸術文化、センターグラントワ等が建築されて、旧市街を通る中島染和線が拡張整備された。 マスダ駅前ビルの名称は、エポック、アドバンス、ジーニエル、アトラクションという英語の頭文字が由来している。A 棟 A 棟、右が C 棟、商業店舗、オフィスマンション、公共施設などが入居し、複合的な用途に用いられている。1から3階には、オフィス、店舗、公共施設などが入居し、4から13階は分譲マンションとなっている。 ビジネスホテルが2から11階に入居しているほか、1階と2階の一部に商業店舗のテナントが入居している。地上4階、地下1階建てとなっており、市営の駐輪、駐車場として用いられている。駐車場は地上部に設けられており198台分が確保されているほか、駐輪場は地下に設けられており、433台分が確保されている。 JR マスダ駅に隣接している。また、エアが前のバス停からは、市内各地、浜田市、萩市などへの路線バスや、萩岩見空港へのリムジンバス、東京、大阪、広島への高速バスが運行されている。ありがとうございます。